見つけ島は石川県珠洲市にある島、軍艦島ともいう、能登半島国定公園。かつて運行されていた急行列車、のとろ。そのヘッドマークには見つけ島が描かれていた。珠洲市の南部、鵜海海岸の南東200から300メートルに位置する。東地方に広く分布している、新大三期軽装で栄岸からなる白亜の島で、周囲400メートル。 面積1,147平方メートル、標高は28メートルである。見つけ島という島名は、空海が佐渡島から東地方に渡った際、最初に見つけた島であることに由来する。東地に降臨した、か、柴義彦神が最初に見つけた島とも伝わる。また、島の形が軍艦に似ていることから、軍艦島とも呼ばれる。島内には、見つけ神社があり、黒松 他も、エゾぞいた鳥といった植物が分布しているほか、カラスやウが生息している。島の周辺は、公園として整備され、遊歩道や、レストハウス、海水浴場、キャンプ場、国民宿舎の都市層がある。かつて島から20メートル、海岸から約200メートル離れた場所に、軽層土の岩、小島が存在していた。見つけ島と並ぶ、二島として長年親しまれ。 セットで進行の対象になっていた。かつては高さ、幅ともに約10メートルあったとされているが、年月が経つにつれて、侵食により高さ2メートル、幅2メートルの三角形の小さな岩にまで縮小し、令和元年東日本台風による強風と高波の影響で完全に消失した。戦闘絵師の中島森が島の景観をに入り、各地の戦闘に描いている。 ありがとうございます。